こんにちは、日本見守り党の東雲真子です。2024年10月26日リハックに出演した石丸氏が次にやることを10日以内に発表すると発言しました。なんで石丸さんと安野さんをねブッキングした時に石丸さん使うと、いやいやお前らは偏ってるのかと、政治家をね出すと言える、無職だよこの人、確かに次政治目指してるけど、改めて大きい声で言わないんだ。今日は石丸さんのいろんなパンツが聞けて、非常に収穫がそう、ね、あった回でした、私的には。ですし、なんか石丸さん次にやること決めてるんでしたっけ。はい、気になる。それはいつ頃発表されるんですか。もうキンキンです。1週間10日以内。1週間10日以内、じゃあそれもちょっと楽しみに待ちつつ、僕も次にやることをそろそろ。あの次は何なんですか。一応決めてるんですけど、ちょっと教えてくんな、ここで。いやいやいや、軽くヒントヒント。決めてるっていうか、あのヒントヒント。方向性を今定めつつあるくらいの感じです。ただまだあんま言えることないです、本当に。おお。国政首長？まだあんまり言えることないです。それ言わないっすよ。いや俺でも分かりましたよ今のね。今のでも分かる。俺何やってるマンやってると思う。テレビマンって。石丸さんがやることもさっきの発言聞いたら裏を返しても全部分かったけど、国政だよ。だって今までずっと首長って言ってきたんだから、で急に言わなくなったんだから。いや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 、国政だよ。いやいやいや、メンタリストみたいな。いや、だからまあ伊達にあれですよ、家ついてってるから6年やって何千人の普通の人人生聞いてないけど、大体もう分かります。参考事例がすごいと思ってますね。参議院でしょ。俺そこまで分かった。いやいや、参議院。そうなんだよ、ロジカルに詰めてったらそうなるんですよ。合ってますよね。ノーコメント。まだ言えるもん、あんまり言っちゃってもしょうがないから。でもね、そうなんだよ。また俺のやつは今ので言うと首長から国政にちょっと、ね、考え変えて参議院にね、私予測しておきます。はい、石丸氏は直近のメディア取材でも次のように発言していました。もう具体的に次何をしようかもう決めてます。一番の政治活動は選挙なので、よしみんなで選挙やってみようっていうアイデアです。国政一切関係なくひっくり返せるんじゃないかなっていうところまで思い描いてます。おお、いかがですか。石丸氏があくまで選挙に重点を置いているところが分かります。例えばこれから全国で行われる各選挙での投票率を爆上げする何かしらの作戦を画策しているのかもしれません。魅力的な政治家がいないとおっしゃっていることから、プロデューサー的な立ち位置で各候補者の魅力を引き出していくのかもしれません。昨今石丸氏は投票に行かないことが負けという趣旨の発言が多くあり、まずは国民に選挙に行ってもらい、投票率を 80% や 90% ぐらいまで引き上げるような目的がありそうです。そのためには石丸氏のおっしゃる政治のエンタメ化が必須となり、魅力的な政治家が出てくる必要があります。また選挙に関しては、直近では兵庫県知事選や秋田方市議会選があります。この2つは11月17日投開票ということで、石丸氏が10日以内に発表するという発言にも通じる部分があります。兵庫県知事選への出馬は以前否定されていましたが、秋田方市議会の刷新は兼ねてより発言しており、その関与が注目されます。今回の秋田方市議会選挙には新人候補が多数出馬し、また熊高元議員も再出馬します。そこに何かしら関与することは一つありそうです。やっぱり兵庫県知事は選択肢の中に入りますか。まあ可能性はゼロじゃないんでしょうけどね。でも自分が兵庫県知事になる動機が見当たらなくないですか。いや僕の中にはないです。いや確かに兵庫に住んでましたよ、西宮に。で勤め先が姫路市だったし、現役の市長の時に、秋田が出しの時に、あの辺の市長には大変お世話になったと。ね。あの、久本さん、神戸市長とか。うん、その、なんだろう、ご縁というか、つながりはいくらかありますけど、だからといって自分がいきなり兵庫県に行って知事をやるっていうのは、さすがに兵庫県の人びっくりするんですか。ね、何が始まったのみたいな。いや、じゃあ東京都はいいのかっていう話もあるんですけど、まあ、ちょっとあの、軽量が違うじゃないですか。都知事選と、うん、
まあ大阪府はまああれか、いやでもやっぱり首都東京とそれ以外の道府県知事っていうのは、趣が違う気はしますね、自分の中では。はい、市議選の話題が出ましたけども、まあ、市長選にはあの何かしら市長として関わることはないというふうにおっしゃってましたけど、市議選についても同じく、まあ、退任後になるので秋田は市長としてはないですけども、何か市議選についてなんか、いや石丸市長自身が、まあ、ちょっと具体で挙げるなら、あの明石の泉さんみたいに退任した市長が応援する市議を集めて、で当選したらもう市議職業というふうなことを取られてましたけども、何か市議選について今石丸市長がこういうふうに関わっていこうとか、むしろ関わらないとか、その辺何かお考えありますでしょうか。決めているポリシーはないです。ただ可能性の話をしておけば、今おっしゃる通り何かその会派みたいなものを結成して市議会を刷新しに行くっていうのは一つのオプションにはあると思いますね。はい、それこそこの人とこの人とこの人は大丈夫ですと積み付きを与え、この人たちを有利に運ぶと、当選してもらうと、議会に入ってもらうってなったら、それこそスムーズにさっきの相談が舵取りができるようになるので、それはおそらく市長一人が頑張るよりもこの町においては有効な打開策になる気はしますね。はい、まあ、現時点で何かその関わる関わらないが決まってるわけではないけども、今の話はあくまで可能性として、はい、いわゆる全ての選択肢がテーブルに載ってるっていう状況で。はい、そうです。ありがとうございます。また選挙とは関係ありませんが、MMT 理論について否定派だということも強く主張していました。かつて秋田方市議会で MMT を否定していましたが、それ以来ほとんど発言していなかったように思います。ご想像の通り、私の方針は不変です。なぜならば、大事な観点が抜けてるんですが、この町の中の理想、望みを県や国に言うのは勝手です。市ができるので。でもそれは巡り巡って全部自分たちに返ってくるという意識がなさすぎです。この町に限らず日本国民全部なんですが、しょっちゅう国や県に要望陳情を言ってみれば、意見出してみればと言いますが、財源に財政に限りがあるというのをご存知ないんですかね皆さん。まさか新しい金融理論を本気で信じてらっしゃる人多くないと思うんですが、湯水のように湧いてきません、財源は。その中で経済学というのはそもそもそのためにあるんですが、限られた資源を有効に活用し、雇用を最大化する、満足度を最大化する、みんなができるだけ幸せになる、これが経済学の発想です。だときに大前提はパレート最適、あちらを立てればこちらが立たずなんです。向かい合う方向、これを救おうと頑張ればどこかが必ず落ちます。巡り巡ってどこかよその攻防かもしれないですし、財政が順々に下っていって市の幼稚園かもしれないですし、高齢者の福祉施設かもしれない、みんなが使う道路が直らなくなるかもしれない。その議論を置いといて高校がなくなるのは残念だから残してくれというのはあまりに無責任だと思います。ですので県に何か意見を伝えるにしてもです、それは慎重かつ徹底的な議論があったものでなければ出すべきではないと思います。ただそれができるのかというと私は難しいんではなかろうかという思いを持っていますので、冒頭に戻りますが考えは不変です。無限にすれるぜっていう、もう意味わかんないでしょ。そうですね、意味わかんなかった。いや、めっちゃ難しいんですよ。金融の世界にいてもこれが説明できる人そんな多くないですよ、うん、っていうぐらい、まあ、まずあの財政均衡すべきかどうかっていうのがあって、うんうん、で長期的には均衡すべきだっていうのがまず前者、はい、1個目のところですね、うん、で、3番目はあのなんとかなるんじゃねえかっていう、うん、ざっくりとですよ、うん、た時にこれね、僕に今まであえて言わなかったんですよ。お、確かにね、燃えるからね、これは、ね、これね、絶対めちゃくちゃアンチが出てくる、うん、あ、今日言ういいじゃないですか、これ確かにね、めっちゃアンチ言ってましょうよ。トムと敵を分けましょう。160万票が80万票になっちゃうかもしれない。
ちょっと適用で。もう、しゃあない。教えてた。教えてた。教えてた。その3つ目の MMT は、僕は信じてないです、うん。ちょっと言い方気をつけないとね。はい。MMT はちょっと。信じてないです。っていうのは、MMT はそもそも、長期的になんかうまくバランスするっていう、抽象的な、金融政策によって、経済は回せると、で回った結果インフレになったら金融政策を引き締めればいいじゃんっていうざっくりですよ、発想なんですけど、そんな賢くできんだろうっていうのがまずあって、何よりもそんなことをやろうとした時に、これね MMT の議論の時に抜けてるんですけど、マーケットが持たないですよ、何よりも証拠が、論より証拠が、その MMT を言い出したアメリカが導入してないじゃないですか、FRB、フェドはね、フェドも含めて、あとアメリカの連邦議会も、財政のバランスは常に議論しまくってるんですよ、財政の崖とか言って、大統領と議会がごたごた言って、毎回財政赤字を許容するかしないかって議論してるぐらい、最新の注意を払って成り立ってるのがマーケットなんですよ、これが、はもういいんじゃないですかって言った瞬間に、まず為替が崩れます。明日から160円、明後日180円、ってなった時に止められないですよ、石丸さんのガチの金融マンの顔はやっぱあのガチの金融の話は面白いな、ね、なんかね、でもね、それがね、なんとかなると思ってるあたりが甘すぎるっていう、現実を見てないなっていうふうに僕なんか思っちゃうんですよ、で、為替のマーケットってめちゃくちゃ大きいから、1日の取引高が日本の国家屋さんぐらいあるんですよ、たときに為替介入なんていうものでとどめられないんですよ、で国際協調介入したとしても、日米をやっても長くは持たないんですよ、っていうのを1997年のアジア通貨危機の時に台湾との暴落で目の当たりにしてるのに、それ分かってねえのかっていうのが個人的な感想なので、そんな危ない橋は渡れないです、先進国、日本は。いかに石丸さんが今すごいなんか熱を帯びましたね。金融マン石丸がね、あえて政策をね、深くは語らなかった理由がちゃんとここにありますね、敵作るからね、政策家だよ、そう、まあ、でもそれをすごい真剣に答えてくれたから石丸さんに敬意を表したいですね、安藤さん、いや今の話聞けてよかったです、よかった、 MMT はリスク含みだなっていうのはすごい私も感じて、安藤さんも同じ、あそこは私も同じですね、でこの前と政府だけで見るか日銀とのガッチャンコで見た方がいいかってどっちなんですかね、ここは見解分かれるね、これまた議論難しいんですけど、MMT という議論の一条になってるのが日銀の今の動きなんですよ、要は日銀が政府と協調的に動いた結果、国際マーケット JGB のマーケットが何かあっても日銀が買い支えるから崩れなくなってる、からもっと金融緩和したらいいんじゃないかっていう主張につながっちゃうんですよね、でもそれはさっき言った通りマーケットがいつまで持つかっていうなんか黒ひげ危機一発みたいな感じになってるんですよ、今まだいいけど、次のナイフで飛ぶかもしれない、ポーンって、でもそれはいつか分かんないんですよ、でそれはマーケット参加者自体も分かんない、で幸いにして日本のものすごいごめんなさいテクニカルな話今ね多分この時点で5000人寝ると思うんですけどいいよ寝よう寝よう、寝なくて寝ないで聞いてもらう、日本の国際市場は9割方から僕が知ってる時に、日本の投資家が国債買ってるんですよ、だからみんな逃げないから、危ないことやっても大丈夫だったんですけど、ここからその状態が続く保証はないのに、ね、危なっかしいことやっていつまでも国債が買い支えられてる、日銀が買えばいいじゃないっていうのはかなり乱暴な議論じゃないかなと思う、石丸さん酔っぱってか完全にスタンドありましたね、いいですね、いいね、俺ちょっと石丸さんのスタンドがちょっと思ってて出したの初じゃないかな、金融政策に関して、ね、そうですよね、金融財政政策に関してね、安藤さんは今まさにコメントで財務審議協とか言い出しました、皆さんなんでそんな財務省を上げてらっしゃるんですか、財務省にそんなに力があると本当に思ってるの、いいね、だって、これだけ安倍首相のもと、政治主導の国になったし、ね、財務そもそも大蔵省が解体されて財務省と金融庁に分かれたわけですよ、なのにいまだに財務省に支配されてるっていう根拠は何、
皆さん何を持って思ってるのかなっていうのは、いい、ね、面白いな今日何が根拠なんですか、ねえ、うん、そんな、なんか過大評価しすぎじゃないですか、うん、だとしたらそれは本当にもしそうなら、うん、ね、みんなで頑張って打ち砕かないといけないかもしれないですけど、うん、安藤さん今のはどう思います？財務省が本当にそこまで力を持っているのかどうか、うん、確かにここはいや、ここもいろんな意見あって正直わかんないですね。いろんなスタンスあるなと思ってますが、今の石丸さんの話は納得できる部分ありますね。結構近い、まあ、納得できる部分ある。いかがでしたか？何にせよ近々に石丸氏から何かしらの発表がありそうです。もしかしたら庵野氏と同じで参議院選挙まで見据えているのかもしれません。どのような行動を起こすのか注目して見守っていきます。さて、皆さんはどう思いましたか？コメント欄で感想を教えてください。また、このチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったら、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。